こんにちは。今日もリベ大両学長がおすすめする書籍の中から抜粋して、億万長者が不安や悩みを解消するプロセスっていうのを紹介していこうと思います。前回パートでは24個ある中で24位から13位までの12個っていうのを紹介してきました。今日は12位から1位までの12個を最後紹介して本パートを終わらせていこうというふうに思います。皆さんもいろんなですね、悩みを普段日常の中で抱えてらっしゃると思うんですけれども、その時に自分で一からクリエイトしていって解決するっていうなかなかやっぱ難しかったりするケースがあると思います。ですからそんな中でやっぱりこう成功している人たちの考え方とか行動の取り方っていうのをヒントにして解決の、に乗り組んでいただけたらなというふうに思います。ということで、やってまいりましょう。12位は、不安に振り回されないようにすると、はい、根本的な考え方として、そもそもあなたが今持っている不安っていうのは解消する必要がありますかと、その悩みをくよくよしている必要ってありますかと、例えば1年前に心配していたことっていうのを思い出せますかと、案外思い出せないですよね。まあ、日記をつけてたら別かもしれないですけど、はい、あるいは、実際に心配しまくってそれが現実に起こったことっていうのはどのくらいありますか。あれ、そういえばないんじゃないってことに結構気づくパターンもあったりするんですね。ですから、そもそも、不安自体に振り回されないようにしましょうっていうのが、その手になってきます。そして11位は、本当は反対に不安の方ではなくて成功をイメージするです。はい。まあ、仲間と喜んでいることとか、大会で表彰されていることとか、資格試験に合格したところとか、その成功した瞬間っていうのをぜひ味わってみてください。で、その時に周りからどんな声をかけられているかとか、あるいは自分はどんな表情をしてますか？めっちゃ喜んでる？それとも当然だよねってドヤ顔をしているとか、あるいはその時に嗅いでいる匂いは一体何なのか、はい。自分はどんなポーズをとってるか、ガッツポーズをしてますか、それともちょっとキラーンってやってますかとか、いろんなポーズを考えてみるというところです。はい、五感に成功しているイメージを味わうっていうのが、まあ、非常に大事になってきます。これをビジュアライゼーションなんかって言ったりするんですが、まあ、ぜひそういうので、成功する前にその成功した瞬間でも五感で味わうという体験をしてみてください。そして10位が、競争相手に仕事、考え方、それから意気込みで打ち勝つということです。まあ、ライバルっていうのは存在してくれると自分の能力を引き上げたりとか成果を出すためには必要な存在になってきます。競い合うのっていうのは非常にいいんですよね。やっぱり成果を出すために自分一人でやるっていうよりも誰かと戦っている方が成果が出やすかったりとか、より良い成果が出るっていうのを研究結果で出たりとかしてますんで、やってみていただけたらと思います。実際に僕なんかも、もし周りにライバルがいるようなスポーツとかをやっていなかったとしたら、スタメンを一生懸命取ろうとか、あれだけバスケにのめり込むっていうことはなかったかもしれないですね。はい。それから9位に、マイナス思考をプラス思考で打ち消すと、はい、まあ、今ある不安や悩みのいいところは一体何なのかっていうことをまあ考えてみると、つまりまあ発想の転換、逆転の発想と呼ばれるようなところですよね。この悩みがあることによって、もしかして今まで自分が考えても見なかったことの発想が浮かんだりとか、あるいは取ったこともないような行動を取ったとかですね、っていうような、今自分が置かれている状況の中から自分の行動力とか新しい考え方を生んでくれる要素は何かないかということをですね、ぜひ考えていただけたらと思います。そして8位は、問題解決のために即行動すると、もう Don't think, feelってやつですね。もう考えるよりも先に行動しろっていう感じなんですが、まあ、やってるうちに解決策が浮かぶっていうことも結構あったりしますので、解決策が浮かんで計画通りにコツ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 積み重ねてやっていくっていうことも大事なんですけど、それ以上にやっぱりもうやってみて、あ、これは違う、こっちだ、こっちの道は違う、こっちの道に行った方がいいとかっていうふうに、こう解決策がどんどん浮かんでいくっていうケースもあるので、皆さんどっちの方がいいかっていうことを考えて、やるならやるっていうふうに決めてしまうことがいいです。はい。そして続いて第7位は、大問題に対処できる用意をすると、はい、問題が発生しないようにあらかじめ潰しておくと、まあ、いわゆる備えあれば憂いなしということで、まあ、例えば部下育成なんかをしているときに、こういうミスを部下はおそらくやらかすだろうなって思ったら、それを潰すための指導をしておくとか、マニュアルを渡しておくとか、動線インフラを作っておいてあげるとかっていう風に、失敗が起こらないようにとか、問題が起こらないようにっていう風に潰しておいてあげるっていうのも非常に大事になってきます。
そしてそれから6位にこれ8位と逆転します。8位の問題即行動すると逆転して8位は計画、ごめんなさい、6位は計画を立てるです。解決策の現状、今自分がいる位置から解決策、いわゆるゴールと呼ばれるところまでの道筋をしっかりと立てるということなんですよね。でこれは問題が起こってから解決するまでのプランっていうのを立てましょうということです。そして第5位に決断力を持つと、結局いろいろと問題とかに直面したらどうしたらいいのか分かんないっていう風にこう立ち往生してしまうケースっていうのはあると思います。私自身もそうです。お客様からのクレームがあったりとか、何かちょっと喧嘩事が起こったり、何かちょっとした問題事が起こった時に自分一人でどうしたらいいか分かんないっていう風になってしまうんですけれども、やっぱりそうなった時に謝るのか謝らないのかとか、対処するのかほっとくのかっていう風に自分の判断機基準を持っておくことっていうのが非常に大事になってきます。ですからどんな問題が起こった時にどんな基準を設けているのかっていうのをあらかじめ自分の中に軸を持っておくっていうのは非常に大事になってきます。例えばそれに対してかける時間をどのくらい設けるのかとか、人は誰を使うのか、自分だけで行くのか、上司に相談するのか、部下を使うのかとかですね、お金はどのくらいかけるか、あなたはその問題が起こった時に、それは好き嫌いとかですね好き嫌いで判断するのもどうかと思うんですけども、そういう判断基準も設けてるのはありだと思います。はい、4位は、主要問題に絞ると、まあ、問題って起こると芋づる式にどん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 問題って出てくるんですよね。はい、っていう時に何でも解決しようとしてしまうとマルチタスクになってしまって、まあ、何回も僕の動画なんかで言ってるんですけど、もういくつのことをもう見ようと解決しようとしてしまう、頭働かなくなってしまいます。ですから優先順位をつけて、例えばあなたが今10個問題抱えてるんだったらどれを解決する、もうこの1つ解決したら残りの9個解決するんじゃないかっていうことであれば、もうその1つだけに取り組むんですよ。あとの9個もほったらかしにすると、あるいは1つまで絞りきれなかったとしても10個あったうちの優先順位3つくらいに絞るっていうのがいいんではないかなというふうに思います。いよいよトップ3なんですが、3位が準備を怠らないということで、7位のですね、大問題に対処できる用意をしておくといいというふうなところに近いんですけれども、まあ、ジャンル問わず、何にでも対処できる、活かせるっていう幅広い準備をしておきましょうということです。で、2位が、自分を信じると、まあ、決断力を持つっていうところに近いんですけれども、なんだかんだ結局最後は自分で意思決定をした方がいいんですよ。セルフコントロール力があるかないかっていうので、人間の人生における幸福度の高い低いっていうのが決まってってしまうと、何でもかんでも人に決めてもらうような人生を送ってってしまうと、寿命が短くなったりとか不健康になったりとか、不幸度が高まってしまったりとかっていう実験結果が出ているんですね。逆に言うと自分で何でも決められたら健康的に寿命も長く、そして幸福度も高いっていう風に生きていくことができますので、最終的には自分を信じるっていうことが非常に大事になっていきます。そして最後1位が仕事に精を出すっていうことなんですね。もう結局問題が起こってもそれを解決するためにはもう仕事をむちゃくちゃ取り組むしかないんですよ。仕事で起こった悩みとか、あるいはまあ学校生活なら学校生活で起こった悩みだったら、学校生活で友達とめちゃめちゃはしゃぐとか部活に精を出すとかっていう風に起こった問題に対しても真っ向から勝負していかなきゃいけないんですよっていうのが億万長者の出した1位の答えだったんですね。ですから悩み事がありますとか、困り事がありますってなった時に、当然軌道をそらして、例えば仕事で起こった悩みだったら遊びで発散するとかっていう方法もいいとは思うんですけれども、やっぱり仕事で起こった問題は仕事を通して解決じゃないと、根本的な精神的な部分についても解決しきらないっていうのが億万長者が出されている答えですので、ぜひそういうのもヒントにしてみていただけたらと思います。皆さんがですね、どんな悩み事を抱えているとか困り事を持っているとかっていうのはちょっと僕の方ではわからないんですけれども、昨日今日でですね紹介をした24個っていうものをヒントにですね、ぜひ皆さん自身の生活がより良い方向に向かうように取り組んでみていただけたら幸いです。ということで本日の動画以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。